今日のコメント、のこたんでプレイすると青ゼミ3000枚もらえます。青ゼミかな。はい、どうもジェキマルです。ということで皆さん、今緊急で動画回してるんですけど、ようやく1体目の場所メスキンが当たりました。イエーイ。ということでめちゃくちゃね時間かかったんですけど、場所メスキンが当たったということはですね、皆さん実はガチバトルで今回の青2枠の鹿に変身することができちゃうんですよ。ということでね、ようやくこちら馬車メスキンをゲットできましたので、今日はですね実際にガチバトルで鹿を使ってガチ逃げしていきたいと思います。さあ鹿は強いんでしょうか。それではね、早速ガチバトルやっていきましょうね。ジェケマルのガチバトル見たいっていう人もいたので、はい、今日はねガチバトルでこちらの鹿でね大暴れしていきたいと思います。それからですね、皆さんすいません、前回の動画で名前裏技をね鹿の子ってお伝えしたんですけど、正しくはのこたん、こしかん、馬車目、あんこでした。すいません、それだけね皆さん訂正しておきます。さあということで今回ですね、こちらのスキン、はい、馬車目がようやく当たりましたので、はい、ガチバトルの方ね遊んでいきたいと思います。さあ鹿を2にしていきましょう。スキンを編成し直すで下ら辺にあると思うんですけど、鹿強いのかな、どうなんでしょうか。さあ確認していきたいと思います。皆さんもねぜひ馬車目が当たったらですね、こちら、はい、のこたんとあんこと馬車目で鹿のねレベル2に変身することができるので、あれちょっと待って、移動速度遅いだって。うん、変身時間9秒で足が遅いらしいよ。ちょっとマジで。まあいいや、これでね、ガチバトル参加していきたいと思います。足が遅いやつ使うの初めてなんだけど大丈夫かな。さあ頑張ってね鹿で戦っていきたいと思います。多分鹿使う人いないんじゃないか。うん、遅い鬼初めて使うんだけど大丈夫かな。はい、ということでね、頑張っていきたいと思います。なんかすごいスキンの人がいますが、頑張っていきましょう。さあということで鹿を使う人いないですね。いや、さすがに使う人いないか。まあ頑張ってね、やっていきたいと思います。さあ久々のガチバトル、頑張ってガチ逃げしていきましょう。ここのマップも懐かしいな。わあすごい嬉しい。あ、ちょっと待って、右下にありますね。はい、ということで皆さん、馬車目が当たったことによってなんと鹿に変身できちゃいます。よし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 。さあということで遅くはないんじゃないか。うん、早くもないけど遅くもないですね。よし、頑張っていきたいと思います。よっしゃ、1人目倒していく。あ、まずまずまず、逃げろ逃げろ逃げろ。はい、さあということで、うわー、ちょっと待って待って、狙われてますね。危ねー、危ない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 、まずい、あー、やられてしまいました。くっそー、これ難しいな。やっぱガチバトル難しいですね。ちょっと待って、青鬼が来てる。ちょっと待って、マジちょっとまずいまずいまずい、ちょっとまずすぎる。うん、久々にやったからマジで弱いかもしれない。待って、もうこれ俺死ぬんじゃないか。なんか公式だからこれ狙われてんのか、それとも俺が公式だから狙われてんのかな。よしよし、うまい逃げ方しましたね。うん、さあということで残り1人になってしまいました。まだ10人いるからさ、ここで負けてしまったらジェキマル10位になってしまうので、頑張って勝っていきたいと思いますが、ちょっと待って、まずいまずいまずい。さあ、ウイルスボックスは近くあるけど、みんなこれさ待って、いや怖い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 、あー、やられちゃいました。ちょっと待って、これ俺狙われすぎじゃないか。うん、ちょっともう一回ねやっていきたいと思います。てか今回青鬼オンラインさ、めちゃくちゃ重くない？俺だけ？はい、ということでね頑張っていきたいですが、俺と一緒でね、はい、鹿を使ってる猛者がいますよ。ちょっとこのプレイヤーには勝っていきたいと思います。さあ頑張ってね、ジェケマル鹿でガチ逃げしていきたいと思います。2戦目頑張っていきましょう。あ、ここのマップね俺意外とね得意なので、はい、今回ですね頑張って目標3人でですね3位には入っていきたいと思います。さあガチバトルやっていきましょう。さっきはねちょっとかっこ悪い姿見せちゃったんですけど、今回はねジェケマル勝つので、皆さん、マジで嘘でしょ、ちょっと待って、頑張っていきたいと思いますが、もう最初から1人さやられてしまいましたね。やられてしまったっていうか負けてしまいましたが、よっしゃやっつけていく。お、2人も倒した、いいね、意外と鹿スキンいいですね。頑張って鹿でやっつけていきたいと思います。さあいけるか、よしよしよし、3人目やっつけていく。はいはいはい、あ、今回ジェケマル上手だよ。さあ鹿スキンで頑張っていきたいと思います。あのさ、鹿スキンってあれなんですよ、
意外にちょっと待って、夏鬼にやられてしまいましたが、スカスキンの何が強いかっていうと、あのね、どこが当たり判定か分かんないんですよね。横に広いからさ、みんなからしたらどこが当たり判定なんだろうって逃げにくいところなんですよね。だから意外とスカスキン強いと思いますよ。だってさ、みんな完成鬼とかさ、限定マップの鹿がいるときにさ、逃げにくくないですか。うん、横にさ広いからどこが当たり判定か分かんなくなりますよね。だからシカスキンね、意外とね、このガチバトルで使うときは強いと思います。うん、さあということで残り1人になってしまいましたが、頑張っていきたいと思います。さあ4人も倒してるよ、ゼキマル。オッケー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 、いけるか、こいつ倒せるか、いけるのか。うわ、くっそ、こいつ逃げるの上手だな、公式ってやつ上手ですね。はい、ということでまだみんな10人いるのか、やばい、ジェケマル弱すぎないか。うん、まあ、頑張っていきたいと思います。ちょっとさ、チキン作戦いく、チキン戦法いきましょうか。ここら辺で隠れてるか。うん、いやさすがにね、さっきの同じプレイヤー、鹿使ってるプレイヤーにはね、勝っていきたいと思います。こいつだ、こいつこいつ、鹿使ってる人、うい、オッケー、危ない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 、危ねー。さあということで、やばい、鹿が追いかけてきた、まずいぞまずいぞ、鹿 VS 鹿ですね。うん、この人には勝っていきたいと思います。ジェケマルもね、プライドがあるからね。うん、さっきのシカスキン使ってる人も1人なんじゃないか、残り1人ということで、さあさっきのシカには絶対勝っていきたいと思います。俺がとどめさせてやるぜ。うわ、ちょっと待って、叩こう、鬼がいた、まずいまずいまずい。はい、ということで残り8人のプレイヤーですね。うん、ジェケマル勝てるかな、てか今のところさ、青ニュールスどこにもないんで、はい、難しいですね。でも久々のガチバトルめっちゃ面白い。うん、さあという、何？嘘だろ？ちょっと待って、マジで言ってんの？通信に失敗しました、通信状況のいいところでお試しくださいということで、マジか、じゃあもう一回やっていくか。はい、ということでラストね、頑張っていきたいと思います。めちゃくちゃいいところだったのにな、絶対俺1位取れてたわ。うん、さあということで、まあ1位は取れないと思うんですけどね、もう一回頑張っていきたいと思います。鹿のプレイヤーいたらなーって思うんですけど、はい、鹿使う猛者いるかな。うん、さあ次でラストでございます。さあジェケマルに挑んでくるプレイヤーはどんなプレイヤーなんでしょうか。さあ人が集まるまでね、カットしていきたいと思います。カット。さあということでやっていきたいと思います。ここのステージですね、リベンジマッチということで頑張っていきたいと思います。なんか俺通信状況悪いのかな、結構落ちちゃったりするんですが、頑張っていきましょう。で今回プレイヤーはですね、鹿がいなかったので、うん、さあ頑張ってみんなをやっつけていきたいと思います。よっしゃー。さあということでシカスキンでね、頑張っていきましょう。はい、ちょっと待って、こいつやっつけられるかな。オッケー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 、よしよしよし。ちょっとどうすればいいんだろう、なんかこういう時さ、やられやすいんですよね。うん、さあということで、これ取りたいけど取れるかな、取れる、お、来た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 、いい感じに今変身しましたね。さあこのハロウィンさんやっつけていこうぜ。うん、さあシカスキン意外と強いかもしれない。よし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 、いいですね。足が遅いけど別にね、そこまで気にならないかな。こんにちは。はい、ということで残り2人になってしまいましたが、今のところ1人ねやっつけております。はい、シカスキン先ほども言いますが、自分が使う分には結構ね難しいんですけど、他の人からしたらね、どこが当たり判定か分かんないから、意外とね逃げにくいかもしれないですね。うん、さあということで、青ニュールス欲しい、マジでね、鹿になりたい。さあよしよしよしと言っていたら、もう目の前に降ってきたしか、オッケー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 。さあということでやりたいんですが、ちょっと待って、こいつ強いな、くっそー、しか遅いからさ、意外とね、みんなに当てられないですね。プレイヤーよりちょっと早い感じなのかな、だからちょっとしか使うのは難しいかもしれませんが、上手い人ならね、もしかしたらしか上手に使えるかもしれません。いけ、よしよしよし、1人やっつけていく。さあお前もやっつけてやるぜ。オッケー、さあ3人やっつけていく。さあどうだ、ジェクマルいけるか。くっそー、難しいっすね。うん、でも今のところ3人やっつけていて、さっきとは違ってですね、ジェクマル3体、もうちょっと待って待って待って、まずいまずいまずい、危ない危ない危ない、フワッティ強すぎだろ。フワッティとね、魔王鬼がめちゃくちゃ強いっすね。はい、さあ頑張っていきたいと思います。まだ残り8人もいるのか。青ニュールス右側にあるんだけど、右側行ったら絶対にねやられちゃいそうなんで、とりあえずみんなと距離をね取っていきましょうか。うん、はい、あー、ふわっている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 、わー、待って、もうふわっていすげー苦手かも俺。うん、てかふわっていい強すぎだろ、ふわっていい禁止にしてほしい。はい、まあお前もふわっていい使えって感じなんですが、
やばい、残り1人になってしまった。ただね、あと5チームあるのか、5チームあるので、まあ頑張ればねガチ逃げできるかもしれませんが、うん、いやー、この試合勝ちたいな。ちょっと待って、鹿がねみんなに強いっていうところねお見せしていきたい。待って、俺を狙うな。危ねえ危ねえ危ねえ、怖い、マジ怖い。俺やめてほしい、本当に本当に、みんなやめて。ちょ、ジェケバルを狙うのやめてほしい、マジで。ちょっとやられちゃったけど、最後の最後誰かをやっつけていきたいっすね。これちょっと待って待って待って、これさ、これちょっと待って、2秒だけ生きていられるけど、あー終わってしまったのか、これは。俺これ終わってしまった、あ、終わってしまいましたね。ちょっと悔しい。はい、ということで戻っていきましょう。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。いやー、ガチバトルめちゃくちゃ面白いっすよ。皆さんぜひぜひね、みんなもシカスキン使ってみんなでねシカガチバトル、はい、やっていきましょう。ありがとうございました、ジェキマルでした。多分この動画の後ですね、うん、どうしよっかな、1試合ぐらいノン編集の動画を載せていきたいと思います。うん、まあ普通にね1試合やってるところの様子を載せるだけなんで、まあもしね時間ある方は1試合見ていってください。ということでジェキマルでした、ありがとうございます。失礼します。普通にガチバトル楽しいわ。うん、みんなで鹿使いまくろうぜ。はい、ということで、まあリベンジマッチですね、またここのステージですが頑張っていきたいと思います。さあ頑張っていきましょう。いやー、おまけパートっていう感じですかね。皆さんねここまで見てくれたら嬉しいでございます。はい、ということで、今回はですね、まあ、なるべく鬼にね、当たらないようにしましょう。うん、青鬼ウイルスに変身するのもいいんだけど、ここのマップ狭いからさ、やっぱりみんなの近くにいるとやられてしまう可能性が高くなりますので、青鬼ウイルスを探すってよりかは、こうやってここら辺でずっとウイルスを触っといて来たプレイヤーをやっつけると。うん、オッケー、いいね、こんな感じでやっていきましょう。うん、で基本は青ニュールスを探さないで、ちょっと待って待って待って、怖い怖い怖い、よし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 、いいっすね。うん、青ニュールスを探さないでみんなから逃げると。ちょっと待って、ちょっと待って、まずいまずいまずい、怖い怖い怖い。でも普通の青鬼ならナス鬼使いがいるぞ。うん、ナス鬼使いがいる。普通にやっててもさ、ナス鬼難しいのに、ちょっと待って、あのナス鬼使いうまいんだけど、悔しい。はい、ということで1人やられてしまいましたね。いや、ナス鬼使うやつマジで面白いよな。うん、俺はね好きでございます。ナス鬼使うやつはみんなね友達だと思ってるんで。はい、さあ残り8チームですね。まあとりあえずマップの端っこにいて、フワッティとかに当たらないようにしたいんですが、わ、ちょっと待って、このナス鬼強い、ヒカリン強いんだけど、マジで最強ナス鬼だなあいつ。ちょっと悔しいわ、俺よりナス鬼使うの上手かもしれません。まあ、とりあえず逃げていきましょう。もう1人になってしまったらね、はい、あと1回やられてしまったらもう負けてしまうので、本当はねこのまま攻めていきたいんですけど、まあ、さすがにね、さすがにまだ他のプレイヤーが残っておりますので、うわー、ちょっと待って、マジ危ね、ちょっと待って、このヒカリンさんのガスマスク、ローラースケとかゲットしていって、よし、ここでやっつけていきましょう。どう、あれ、あ、ちょっと待って、マジマジでいってる、マジでいってる、ちょっと待って、マジでいってる、あのね取れませんでした、マジ危ねー、危ない危ない危ない、見逃してくれたのかな、まずいですね今の、危なかった。さあ青鬼ウイルス明日にあるわ。さあこの青鬼ウイルスをギリギリで取っていきたいと思います。さあ残り3秒、今いけ、よしよしよし、鹿になっていく。さあ鹿スキンでやっつけていきたいと思います。もうそろそろこの人も溶けるんじゃない、そんなことないか。うん、いやちょっと待って、まずい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 、危ねえ。さあ残り4人ですね。はい、青鬼ウイルス、あ、来た、よしよし、目の前に降ってきましたよ。あれ待って、この人さずっとさ鬼に変身してるんですけど、なんだこれ、これなこれ何これ、ちょっと待って、あ、オッケー、よし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 、やっぱ待って、鹿遅いな、足遅いわ。うん、さあ残り2人だよ、これいけんじゃね、これいけんじゃね、これもしかしたらいけるかもしれない。それそしてローラースケートをゲットしていく、よしよしよし、さあ近づいてくるよね、多分近づいてくると思うんで、はい、鹿になってやっつけていきたいと思います。オッケーオッケーオッケー、上にいるわ、よし勝った、オッケーだけども、ちょっと待って、これ粘着されてるな、まずいまずい、やられてしまいました、惜しかったね、惜しかった。はい、ということでジェケマルでした。おまけパートもね見てくれてありがとうございます。またぜひね見ていただけたら嬉しいし、たくさんねコメントしていただけたら嬉しいです。ということで、はい、ここまで見てくださった皆様に青セミをプレゼントします。ジェケマルでした、ありがとうございます。失礼します。